ごゆっくりお楽しみください。こちら巻き粉並みのマックカフェ春限定商品3種を食べたの。こちらがミルク、いちごミルクマカロン、いちごミルクフラッペ、そして宇治抹茶ラテですね。宇治抹茶フラッペは普段からあるんですけど、ラテは初めて。黒蜜ソースかな。チョコとはまた違った美味しさがありそう。それではチャンネル登録よろしくお願いします。マカロンからいただきたいと思います。ではごちそうさまでした。最初に食べたいちごミルクマカロンはサクッとしたマカロン生地の中からムニッとしたなんでしょう、クリームとは違う甘酸っぱいいちごミルクが広がっているように何かゼリーか何かが出てきてとても美味しかったです。食感にギャップがあるのはいいですね。次に飲んだこちらの宇治抹茶ラテは抹茶の芳香な香りと生クリームのまろやかな甘みが見事にマッチしたなんでしょうね。お茶の香りを楽しめるんだけど心が癒されて溶けていくようなです、ね、なんかクリームだけじゃなくて心も溶けるようなそんな味わいでした。そして最後に飲んだいちごミルク白玉入りフロッペ、白玉を忘れてましたね。わなんか最初の方はいちごミルクのまろやかな甘酸っぱさが広がってくるんですけど、でだん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 飲んでいくにつれて白玉の存在感が増してきて、噛んだ瞬間にむにゅっとした食感を楽しませて思わぬ形で意表をついてくるのが良かったです。どれも美味しかったですね。今回自分はこちらの宇治抹茶ラテがまだちょっと寒さが残る今の時期にほっと一息つくというのでちょうどいいかなと思いましたので、代表として5点とさせていただきますね。あなたもぜひ飲んでみて食べてみてください。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終了。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。